り将来の夢は東京に行きたいなっていう思いはあります。女優になりたいんですけど、世界とかに行きたい。そんなカンネちゃんが今ハマっていることは、トイレ行った後手洗うじゃないですか、鏡あるじゃないですか、ふってドヤ顔して使っていく。ドヤ顔を気に入ってずっとドヤ顔してるんですよ。ではカメラに向かってとっておきのドヤ顔を見せていただきましょう。顎が上がる感じ。将来有望な橋本環奈さんに注目です。